佐々木朗希、新庄を警戒。CS ファーストステージ、日本ハム戦の先発マウンドを任された佐々木朗希投手が11日、エスコンフィールドでの前日、練習後に会見。いろいろ今年やられていると、敵将、新庄剛志監督のベンチワークを警戒した。今季、日本ハム戦は5度先発で0勝2敗と、パリーグ5球団で唯一、白星を挙げていない相手だ。防御率 3.81 も5球団の中で最も悪い。佐々木は、いろいろ今年やられていると、作戦などの揺さぶりに悩まされたと、振り返った。CS の大舞台でも何か仕掛けてくることは予想される。佐々木は、しっかり対策練りながら、大胆に自分らしく投げるしかないと、開き直って対応するつもりだ。その先入観は佐々木にはいらんよ。それこそ新庄さんの思うツボ。堂々と投げ下ろした方がいい。打てるもんなら。で一緒。いよいよ始まるね。巨人菅野の言う通りで、少し感覚が好きすぎているのかもしれないけど楽しみだ。結果はどうであれ、迷わず投げるしかありませんよね。迷わず投げれよ。投げればわかるさ。それしかないですよね。相性良くなくても NO1 ピッチャーなんだから投げさせないわけにはいかないですよね。そんな警戒するな。ランナー出さなければ揺さぶれない。気持ちは完全試合で行こうぜ。特性ある新庄監督だから普通の戦法はあまり使わないのかなって思ってしまう。球審誰かな。白井だったら同期調子狂うかも。佐々木なんぞ正直怖くない。加藤投手をロッテ打線が打ち崩すことは難しいと思いますが、こいつやら守備の乱れから失点することがなきように、投手陣、野手陣お互いにカバーしながら頑張って。ハムですが、今まで佐々木朗希が投げる試合で自分が見に行った時に負けたことない。完全試合の次の週の登板の時も言ったけど、試合に分かった。明日も行きます。初回から行けるところまで全力投球すれば勝てるよ。先発だからといって8割ぐらいのペースで投げてたら日本ハムの思うツボだと思う。